今日はアートエッジに挑戦したいと思います。頭がこんな感じ。キュウリ待って、自己映像自己映像になってる。おはようございます、こんばんは、こんにちは、木島あすかです。はい、皆さんすっかり季節は秋ですね。秋といえばやっぱり食欲の秋、アートの秋ということで、今日はアートエッジに挑戦したいと思います。この今もう食材が目の前にあるんですけど、もうそれだけテンション上がってます。早速作っていきたいと思います。はい、今日は2つ作りたいんですけど、まず1つ目はわんぱくサンドを作りたいと思います。と言ってもね、もう全部フィーリングです。よく料理するんですかって聞かれるんだけど、そんななんか本格的にはあんまりしないかも。一人暮らしでちょっとおつまみ作ったりとか結構あるけど、じゃあまずマヨネーズを塗っていきます。すごい、これ大量や。あ、塗りすぎ、これまさか。まあこんな感じで、まずじゃあハムを引く。美味しそうなハムだなこれたっぷりな方が美味しいと思うんで、こんな感じ。はい、そしてなんかこの煮卵がすごい美味しそうなの。煮卵こんな感じ。キュウリ、わんぱくすぎこれこういうこと。ちょっとわんぱくすぎなんじゃないかなって感じなんですけど、これ空いたところにも引けるのかな。でも後からあれか、草じゃないわ、レタス入れるかな。マスタードかける。え、ちょっと待って待って、自己映像になってる。まあ、あと後々ねサンドするんで、こんな感じでいいでしょ。レタスをかける。あ、こうか。こう、ちょっとなんか中身はちょっと見されない感じになってますね、これ。こんな感じ。今日目指すのは断面萌えなんで、ちょっと彩りを豊かに。はい、でパンにマヨネーズを塗ってサンドするこれだけでいいのかな、本当にはい、よし、オッケー。じゃあちょっとラップでしっかりと包んで、ほい、じゃあできましたできた、うん、大丈夫だと思いますとりあえずじゃあサンドイッチ、わんぱくサンドはこれもうちょっと置いといて、次はフルーツサンドに挑戦したいと思います。フルーツサンドはね、めちゃめちゃ難易度高いと思う。なんでちょっと不安なんですけど、とりあえずパンの耳を切ります。ちょっとね、今回はフルーツサンドを作るんだけど、フルーツを猫型にしたくて、猫型に頑張ってフルーツを切って、可愛いフルーツサンドを作ってみたいと思います。せっかくなんで、パンの耳は後で美味しくいただきます。ラップを引いて、はい、じゃあ今回はアートなねフルーツサンドにしたいんで、型を用意しました。これでフルーツをくり抜いて、それでフルーツサンドを作ったらめちゃめちゃ可愛くなるんじゃないかなと思って、型を抜いていきます。いけるかなこれ、ちょっと緊張する。お、すごい、見てください皆さん、かわいい、めっちゃかわいい。いい感じに猫型に切れた。かわいいですね。次バナナ、バナナはじゃあとりあえず半分に切るかな。これでいけますかね。サンドする時が一番楽しいですよねホイップクリームをパンにのせていきます。結構たっぷりめがいいって書いてたんで、いけます。緊張する。おお、すごい出た、いい感じ。結構たっぷりめがいいみたいなんで、たっぷり
いきます。かわいい。もう猫を真ん中に乗せて、バナナ、バナナで余ったやつを乗せとく。うわ、はみ出そう。まあ、いっか。この間にホイップクリームを埋める感じで、で、また上からホイップクリームを乗せます。アイス作ってるみたい。うん、いいんじゃないですか。めっちゃいい感じがする。ギュッ、はい、完成です。まだ切った月にどうなるかわかんないんですけど、とりあえず完成しました。イエーイ。じゃあ切ります。うまく切れるかな。なかなかやんちゃの音がしてるのがわかる。あー、ちょっとずれたけど、でん。あ、でも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 彩りはいい。いや、いいですいいです。美味しそう美味しそう美味しそう。はい、じゃあフルーツサンドの方も切ります。どんな形になってたの、いくかな、よいしょ、いけます。よっ、おーおーおーおおおお。でも可愛い。よく考えたら猫ちゃんが横になっちゃった。でも可愛い、いい感じです。せっかくなんでチョコペンで顔を描きたいですね。なんかあんまり普段映えを考えて料理作らないから、一人暮らしなんで、とりあえずまあ美味しいもん作って食べれたらいいなみたいな感じだから、こうやってなんかちょっと見た目をね工夫して料理作るのってすごい楽しいですね。上京するまで全然料理ってしたことがなくて、だから一人暮らしするときに、あるあるだと思うんですけど、めっちゃ調理器具を揃いに揃えたけど、めちゃめちゃピッカピカのまま残ってるみたいなのたくさん。ちょっとバナナに肉球かけます。かわいい。自炊はそうですね、できるときはします。時間があるときはしますね。だから自粛期間中とかはね、結構料理しましたね。朝ごはんとかすごい作って、それこそなんかこう食パンにすごいその時ハマってて、食パンの上になんかいろいろ乗せて食べたりするのにハマってました。オッケー、かわいい、めっちゃいい感じ。いい感じですよ皆さん。できました。イエーイ、めっちゃかわいい。結構これいい感じの断面なってるんじゃないですかね。特にこの猫ちゃん、すごいうまいこと言った気がする。まあ、ちょっと反省点はいろいろあるけど、ホイップクリームもうちょっと多めでもいいかなって思ったんですけど、まあ、可愛くてね、美味しいと思います。じゃあちょっとね、せっかくなんで食べたいと思います。いただきます。うん、うん、味いいですね。味美味しい、最高。はい、初めてアウトリーチに挑戦したんですけど、味も美味しかったですし、あとね、見た目がめちゃめちゃ可愛くできてすごく嬉しかったです。皆さんも食欲の秋、芸術の秋ということで、秋を楽しんでください。この動画が良かったなと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまたねー。